こんばんは、若松マリオチャンネルでございます。この中国のコロナの数字の何て言うんですかね、こうデタラメさって言うんですかね、まあでもね、こう何て言うのかな、 WHO からね、やっぱり実態に即した数字を開示するようにというね、そういういろんな意見があったりしたようで、まあ突然ね、なんていうんですかね、こう感染者の数が9億人とかね、それからね、一日に、亡くなる方がどのくらい、6万人とか。やっぱりあれですよね、あまりにもこうね、この政府の発表の数字がね、どう見たってね違うんじゃないかなっていうね。でましてね、こういう自分たちに関係する、ね、非常にこうシリアスなことに対する数字ですのでね、まあ、やっぱりさすがの中国の国民の方たちもなんか国民をバカにしてるっていうふうにね、政府を相当なんかねこう言い始めたらしいですけれども、まあでもやはりまあ日本なんかもね、まあ中国みたくね、そんなね、まあひどい数字ではないですけれども、やっぱりこうね、いろんな国の発表のいろんなデータの数字ってありますよね。まあやはり、まあ、国民に対してね、あんまりこう実態の数字をね、まあこのコロナとかだけじゃなくて、いろんな全てのね、もろもろの、まあ、数字ですけれども、やっぱり、ね、全く実際の数字を出しちゃうとね、やっぱりどうしたっていい数字、悪い数字だと政府は非難されますよね。で、非難されるのをね、やっぱり恐れて、やっぱりどうしてもこう実態の数字を出さないとかね、それから実際のこの何が原因かっていうね、まあいろいろと、まあなんていうんですかね、難しい問題ですよね。この福島のね、例の、震災の時のね、東電のに関するいろいろなね、まあ数字がありますけれども、まあある程度はね、今頃国民もね、いろいろこう、まあ情報がね、いろんなところで情報がどんどん取れますからね、ある程度はこうね、推測はできますよね。でこうある程度推測できるのとね、やっぱりこうね、政府が発表することがね、やっぱりなかなか実態とはちょっとね、どうなのかなっていう場合もありますよね。だからなんていうのかな、こう、非難されるとね、それを封じ込めるっていう、まあ権力あるからね、国は。だからその権力でね、一方的にこう封じ込めたりしちゃうんだけども、やっぱり民主主義だからね、原理原則は、まあ民主主義って言ってもね、やっぱり物事は、物事の根幹って言うんですかね、一番の根幹は、まあなかなか難しい原理原則で動いてるわけですけれども、まあやはりね、こういう情報がたくさんね、やっぱりおのおの入手できる時代になってきてますので、まああまりね、こうなんか違うんじゃないかなっていうね、あまりにも
ね、そういうなんていうのかな、こう、まあ、情報の操作っていうんですかね、まあそれは、まあ、国を治めるためにはね、まあ、ある意味では仕方ないことかなっていう、それは分かりますけどね。まあだからそこはやっぱりうまく、まあ、やってもらうしかないね。だからまあね、このところなんか世の中もね、なんかこう不安定ですよね。まあ例のロシアとウクライナの戦争もなかなか先が見えないし、まあね、日本の岸田さんもね、このところずっと外国へいろんなところ行って、まあね、アメリカの、バイデン大統領とね、そのいわゆる防衛費をね、まあ、増やすという、まあ、これはね、ある意味で増やしていかないとね、やっぱり日本はね、アメリカに守ってもらえるとかっていう、まあそういうね、その原則はそうなってるけど、実態はね、実際そういうふうに戦争が起こったらね、なかなかそうはなるかどうか分かんないよね。でもいやいや、約束が違うんじゃないかってその時言ったところで始まんないからね、やっぱりそこはそこでやっぱり自分たちで守れるようなやっぱり力をつけていかなくちゃまずいんじゃないかと思ったりしますけど、まあいろんなね、こう世の中が、まあなんだろうな、この混乱的な様相の世の中になってきてますよね。だからやっぱり一番大事なのはやっぱり舵取りだね、国の。なんつってもやっぱり、政府はね、やっぱりこう客観的に物事をよく分析して、それであとはその見通しだね。やっぱりこの分析するだけではね、なかなか、それで完全だっていうわけにいかないからね。分析っていうのはね、今までのことだからね。だからこれから先のことっていうのは、今までのことを参考にしながら先をどう読むかってことだから、やっぱりこの先の読み方がね、やっぱり鋭くないと、いくら分析をしたところでね、なかなか難しい問題になっちゃうんで、まあ、そういう優れたね、あの指導者が日本の国をね、治めますことを、祈っております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。